でそれで無駄話はいらない。要件を聞こう。マッチョ目指してる。鶏肉しか食ってないから。鶏肉とプロテインしか食ってない。元気になるところがね、もうね、その辺のやつよりも元気いっぱいですよ。肝不全からね、あのグレード A まで戻したから、肝硬変。肝硬変グレード C を乗り越えて、まあ、マックスの肝不全まで行ってたのに、C まで戻り、B まで戻り、今 A だから。ヒーリング能力で僕が感知させたらマジテレビに出るから。俺テレビ局に電話して肝硬変が治ったんですよ。俺テレビに出るから。ヒーリング能力があるって、いろんなセレブとかをね、もう直しまくってるから。で、セレブが山崎さんはすごいって世界中のね、病人を俺癒してるから。ハワイに別荘買っちゃうから、ね。ジャスティン・ビーマーとコラボね。はい、山崎。
彼は最高のフレンドなんだよ。僕の二日酔いを直してくれたんだよ。世界デビューですよ。もうそうしたらね、深夜っちょとかもう二度と絡まないから、LINE も全削除して、あの新八丁とかが金兵衛チーンとか言って来ても誰あいつ知りませんっつってさあ頭のおかしい人でしょ。関わらない方がいいねって、あんなやから知りませんよ。じゃあ行こう、ステファニーさあステファニー、あんなのほっといてシャレ込もうぜっつって、金のね、あの美女パツキンの美、本物のブロンドのね美女とあの付き合うからとか釣り合わないとか問題じゃないから、女なんてね金で買えるんだよ。女なんて金で買えるの。グッチと結婚した女もあれ金だよ。マトリチオ・グッチ、あのね暗殺された人、マテリ、あの奥さんはマトリチオが好きだったじゃない、グッチが好きだった。グッチ面白かったよ。あ、始まった。よし、今日とりあえず増やしますよ。8番8番単勝ステラベローじゃねえ、3連複で買ってん。8番いいとこいる。頼むよ、もう頼む、8番よっさん頼むよ。よし行け。
10。14、6。3連分を6買ってない。12万4000円の負け、12万4000円の負けです。ないでしょそんなの、あんだけ言っといて。ないでしょこんなの。もう。何10番って、しかも誰、デムーロ、ヨーホーレイクか、川田、しかも8番何、あの3着にも入ってなかったの。もう俺人のやつとかもう乗るんやらない、もう乗らない絶対。100万円超えるってこれ、もう負けが取り返すところか。